前回のモノクラ。ウプ主は視聴者さんからいただいたアドバイスをもとに、経験値トラップ周りの整備に取り掛かる。まずは、スポナーの上に、ハーフブロックを置き、スポナー周りの部屋の整備をした。そうこうしている間に経験値もたまり、ダイヤのツルハシに、シルクタッチ、耐久力、効率強化のエンチャをつけることに成功した。皆さん、こんにちは。今回もご覧いただきありがとうございます。また、動画へのコメント誠にありがとうございます。いきなりなのですが、今回もまた紹介したい人がいます。皆様から見て、右側に白い服を着た人がいます。あ、逃げた。こちらの村人さん、司書さんなんですね。皆さん、はじめまして。司書の別所です。これまた豪快に滑りました。初っ端から大変失礼しました。それでは、今回の内容に入る前に、前回の動画で、なんとダイヤ装備のスケルトンがいたというコメントをいただきました。ちょっと検証してみたいと思います。彼のことでしょうか？違っていたらすいません。完全に見逃しておりました。ご指摘ありがとうございます。あれ、でもチェストの中になかったなぁ。見逃してたか。弓とか防具類は全部捨ててるんですよねー。何はともあれ、惜しいことをしました。前置きが長くてすいません。今回の内容に入っていきたいと思います。今回は、高床式村人増殖器を作りたいと思います。この方は、製塚の飯塚さんでした。話を戻しまして、増殖器を作れば、手間いらずで村人が増え、そうして、交易でウハウハ。これは視聴者さんにアドバイスいただきました。アドバイス本当にありがとうございます。というわけで、もう作業をしていますが、まずは村の中の家のドアを全部壊していきます。まあ、細かい理屈は抜きにして、とりあえず、全家のドアを壊します。ひとまず全家のドアを壊しました。こういう肉屋のベランダに続くドアもすべて壊しました。村人さんの冷たい視線が突き刺さります。ドアを壊したら、村人が2人以上いる場所から10ブロック以上、上に 5×4 の土台を作ります。そして、その土台の上にドアを立て、ドアの上にブロックを置き、家もどきを6個作ります。ここら辺に建てるかな。後で、上の土台に村人を送り込むので、村人がよく行き交う場所の方がいいね。10ブロック以上に上なんだけど、念のため12ブロック上にしとくか。よし、ここに土台を作ろう。いくらゲームとはいえ、ここまで高い場所に上がると、首の後ろがくすぐったくなるというか、実際に高い場所に上がった時みたいな感じ。自分、何言ってるかわかんないですね。失礼しました。ひとまず 5×4 の土台ができました。後でここに村人を送り込むわけですが、村人が落ちないようにフェンスで囲みます。こっから村を眺めたのは初めてだなぁ。なかなかいいもんだ。それでは囲んでいきます。続いて、ドアを6個並べます。と思いきや、そろそろ夜ですね。ここから眺める夕日もいいものです。一度寝てから作業を開始します。では、ドアを並べていきます。後で、ドアの上にブロックを並べるので、足場を作っておくか。続いて、ドアの上にブロックを置き、家として認識されるようにします。念のため、ドアの上の前後左右はブロックで埋めます。
この作業をしながら、なんでこれで村人が無限に増えるのか説明します。雑学程度のつもりで、へーっと聞き流してください。ご存知の方はすいません。マイクラでは、家の数を3で割った数まで村人が増えます。この場合は、6個のドアで6個の家を作ろうとしているので、6÷3 の、2人まで増えることになります。ところが、上の土台には村人を1人しか置きません。村人としてカウントするのは村の中心、ドアの1、から上下4ブロックです。先ほど家のドアを全部壊したので、村人は土台の上の1人の村人しかカウントしません。土台の下の村人たちは、村人としてカウントされていないことになります。そうなると、1人足りず、もう1人増やそうとします。もう1人増やせ、と命令が出ます。ここがミソなのですが、この命令は、村人としてカウントされていない村人。つまり、下にいる村人たちも受け取ります。村人としてカウントされるのは、土台にいる1人の村人だけ。ずっと永遠に1人としてカウントされたままです。かたや、もう1人増やせ、と命令はずっと下の村人に行き続けるわけです。この仕組みを考えた人はすごいですね。個人的にはノーベル賞をもらってほしいぐらいです。湧き潰しも忘れずに行います。上の土台を作ったのはいいものの、下に降りる時のことを全く考えていませんでした。とりあえず、鍛冶屋の屋根にダイブかな。村人を一人だけ上の土台に運びます。この作業が、高床式村人増殖器を作るのに、一番大変な作業です。でも、これが終わりさえすれば、村人増殖器の出来上がりです。それさえ考えれば、この作業目ではありません。まずは、上まで階段を作ります。ひとまず上まで階段を作りました。フェンスの入り口とドアの向きは同じ方がいいのかな？まあいいや。とりあえず同じ向きにしとくか。あとは、村人が上に行ってくれるのを待つだけです。家のドアを全部壊したので、夜になれば村人は上の家に駆け込むという説を信じて、しばらく待ちます。しまった。自宅のドアを壊してなかった。登ってきてくれない。もしかして、下の村人は、上の家を、家として認識しないのかな？まあ、いいか。レールとトロッコで運ぶか。レールとパワードレールを上までつなぎます。とりあえず、上まで引いたけど、フェンスがあるから、中まで行かないなぁ。ちょっとここら辺を土で埋めて、トロッコから降りた村人が、下に落ちないようにしよう。こちらの村人さんを地味に押して、トロッコのところまで運びます。OK。それいけ、あれ。失敗。よし、OK。上まで行ったっぽいな。成功。あれ、回収できない。やっちまった。なんと、こんな時にクリーパーが、面白いことになってきました。すごいヒヤヒヤするなぁ。
これまた面白いタイミングです。よかった。なるほど、素手じゃトロッコは回収できないんだね。あともう少し。やったー。あとは階段を撤去して終わりだな。階段を壊さなくてもいいかもしれないけど、見栄えが良くないので壊しとこう。もうハートマークが出てるなー。畑のあたりです。ってことはこれで成功かな。階段を撤去しながら下に降りてる間に子供が誕生してました。どうやら順調なようです。でもこのままだと無限に増えるので、ある程度村人が増えたら家にドアをつければ増殖が止むってことかな。村人が増えるとこの村だけでは手狭だから、少し拡張するかな。いかがでしたでしょうか。キリがいいので今回はここまでとさせていただきます。最後までご覧いただきありがとうございます。